積み上げられた百科事典。各巻の背表紙下部に書かれた文字は、ヘブライ文字で数字を表した、いわゆるゲマトリア。普及版として出された、ヘブライ百科事典。ヘブライ百科事典は20世紀後半に作られた、ヘブライ語の包括的百科事典。ヘブライ百科事典の出版に先立ち、ポーランド出身の宗教学者、ヨーゼフ・クラウスナーの編集、ウクライナ出身のユダヤ人女性ブラハ・ペリの印刷により、総合百科事典が出版されている。ブラハ・ペリの息子、アレキサンダー・ペリは、より大掛かりな百科事典をヘブライ語で出版することを計画した。1944年の夏から準備が始められ、このための専門委員会も作られた。第1巻が印刷されたのは、イスラエルの建国に合わせた1948年であり、イスラエルの初代大統領、ハイム・バイツマンが名誉プロジェクトリーダーとされた。第1巻に収録された記事は、アレフからオーストラリアまでだった。最初に登場する画像はイスラエル独立宣言に関するものだった。収録された最後の記事は、第32巻のティシュリーである。出版社は、第1巻の関東こととして、我々は確信している。我々が優れた器に盛り込まれた格別な情報を提供し、それが、巻が進むにつれて、ますます顕著になるであろうことを、さらには、5、6年の間に、全16巻を出版し、すべての目的を完結させるであろうことをと書いている。もっとも、実際には完結は1980年であり、30年以上を要している。また、巻数も32にまで増えている。さらに、第1巻から第16巻までの補位として、追加1巻が、第32巻の出版後に追加第2巻も出版された。さらに1985年になって作品巻が出版された。さらに1995年に追加第2巻の方位である追加第3巻が出版された。追加第2巻と第3巻には建国後に拡張したイスラエルの国土についての記述も含まれている。出版期間が長引いたことにより、編集者もたびたび交代した。ヨーゼフ・クラウスナー、ベンシオン・ネタニヤフ、イェシャヤ・フレーボビッツ、ナータン・ローテンシュトライヒ、イェホシュア・グトマン、ジョシュア・プロワーラである。アレキサンダー・ペリは全巻を通して編集責任を担当した。携わった著作者は2500人以上である。その中にはイスラエルを代表する科学者や15人のノーベル賞学者も含まれている。編集の上での揉め事も多々あった。特に、ある項目を記事として立てるか、という点に関してはたびたび議論になった。最初の百科事典の出版社であるブラハ・ペリは、私を記事として立てなければ自殺すると脅迫した、著者さえいたと後に告白している。学術的な見解の違い、政治的信念、感情的な理由などによる議論もたびたびあった。特にダビド・ベングリオンなどは論争の的となった。90年代に荒巻を担当したデイビッド・シャハムは、ポストシオニズムの影響を受けているとして批判されている。1997年、この百科事典の版権は、職権出版の所有となっている。この百科事典には、一般、ユダヤ教、イスラエル人に関するとの副題がついている。ユダヤと関係が薄い一般事項についても、記載されているが、ユダヤ教、ユダヤ人、イスラエルなど、ユダヤやイスラエルに関する解説が詳しい。ユダヤ人に関する伝記は、ボリス・パステルナークのようにだと、その人物が、ユダヤ教の影響をあまり受けていなかったとしても、ユダヤ人であることが強調されている。最も長い伝記記事は、シオニズム運動に熱心だったテオドール・ヘルツルに関するもので、32列にわたって記載されている。これは、非ユダヤ人の中で最も長い、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの説明よりさらに長くなっている。国や都市の記事についても、一般的な事項とユダヤ人に関する項目は別に解説されている。特に、ナチスによるホロコーストについては詳細に解説されている。また、ある国や地域でユダヤ人がどのような職に就き、主にどこに住居し、社会構造がどのようであったのかについても詳しい。記事で最も多いのは、アレフで始まる項目であり、6巻半の分量が割り当てられている。この文字で始まる最も長い記事はイスラエルの地であり、第6巻が丸々これに使われている。この文字で始まる次に長い記事はアメリカ合衆国であるが、分量は126列に過ぎない。なお、ヘブライ文字でアレフで始まる語が飛び抜けて多いというわけではなく、これは初期編集者のこの百科事典に対する意気込みが反映されたものである。この後には立項数が多すぎるとして制限されたため、第1巻で参照とされていながら、実際には立てられていない記事も多い。逆に、最も記事が少ないのは、ザ・Dで始まる項目であり、第28巻の一部として531ページが割り当てられている。また、ユダヤ人主体の主義、主観も強く反映されており、例えば、ヨルダン王国を認めないとして、独立記事が立てられておらず、イスラエルの地の中で解説されており、ヨルダン川の両岸がイスラエルの地であるとされている。もっとも、追加第2巻において、ヨルダン川の項が立てられており、数十年の間に、イスラエル社会での政治的姿勢が変化した様子が読み取れる。ありがとうございます。